なん久しさまがね、えー、この間玉川大学へ行かれてましたけどもお<う>珍しくねなんかあの明るい表情の久しさまの写真がいくつかねアップされてましたね笑顔のねそうですね、まあそこでもこのトンボとかアワビの話題とかでは本当にね、まあ、好きなのかなって感じがしましたけども、うん、トンボについてはね視察後に同行した小野教授が久、まあ、しさまねどんなトンボが好きなんですかって感じで聞いてましたねはいはい見せどころですね、えーまあ、そしたら久、ね、しさまがね、まあ、丸太山が好きですみたいな感じで答えてるんですねお まあこれはねねコバルルトトブルーののメーカー特徴のトンボです、ね、まあ割と広い範囲で生息してるトンボでめちゃくちゃ珍しいっていう種類ではないみたいですねああ珍しいっていうかそのトンボがまあ綺麗ってことですねああまあねあ見た目がまあ綺麗ってことでね青色でねあ目がすごいなんかまあコバルトブルーってことでねはい宝石みたいな感じの色でそういう形でね写真家とかにはねまあ結構人気みたいですけどもうん ただ、この朝日さんもね、トンボ論文とかでは、丸太山の写真が2枚あってね、まあ、両方ともこの一番特徴的な目の部分が、まあ、はっきりとね、そこが大事な特徴やのにね、ま両方ともね、ぼやけてる感じで、なんかま両方ともね、熱つ造の可能性が高いわけですけども、はいおまあ、これね、トンボに関しては、この丸太山っていうことしか紹介してないわけですね。おー まあつまりこの具体的なことを、ねまあ、話してる感じがないということで、はあ、まあ一番にこの詳しいトンボの話だから、もっと、ね、具体的にこの,、まあ、この辺がね好きですとかありそうですけども、そういった話題が全くね出てこないわけですね。まあなんか調べた珍、ね、しい情報まで持ってるというわけでもないんですね。そうですね、うん、まただこのね、玉川大学で驚いたのが、まあ、この蜂に関する情報ですね。はいはい、結構、言及していて、だからまあ本当にこの蜂はね好きなんかもしれませんねそっちが本命ですかね。 そうですね、まあ、これまでねトマボトイネとビオトープしか話題が、ね、なかったんですけども、うん、まあこの蜂を、ねまあ、追加されてきたということで、まあ、そういう見方もねできますけども、はい、まあこの表情とかもね明るい感じの写真とかも多かったんで本当に蜂が、ね、好きなのかもしれませんねまあ蜂の巣見てすごい笑顔になってましたもんねそうですねまずこの ANN の、ね、ニュースとかでは久しさまがこの蜂の巣の標本を手にしてね、まあ、これ熱心に質問されたってことであるわけですね珍しく熱心にそうですね、まあ、このね昆虫科学実験室とかで まあ、スズメバチとかミツバチの、まあ、巣の違いとかはね説明を受けられて、久々様がね笑顔を見せながら質問をされたとあるわけですね。はいまあこれだけだったらね、まだいつもの、ね、うさんくさい感情ニュースですけども、うん、でもこうそれを、ね、裏付けるような感じで、読売新聞とかでもね、まあこのミツバチのすごく興味深そうに見ながら、幼少の時はね、まあこれをその、 オスにななそうととかかかかりますすねね聞いたわけです、ねまあ、なんか男になるか女になるかみたいな質問を久々が言うとちょっと意味深というかね <laughs> あそうですねでもまあ珍しく質問して喋ってるところも映像で流れてね声も聞けましたねそうですね一部ありましたけども、ね、さらに NHK とかではね、まあ、このミツバチとスズメバチの巣の違いについて、ね、説明聞いて、まあ、このスズメバチの巣を手に持ちながらね何層かになってますねってことで、まあ、すごくね大きいですねと話してますね。はい 詳しい感じではないんだけども、この興味を示している感じは伝わってきましたからね。ねあそしてね、フリーェイビとかでも、鈴マジのおスをね、手に取った久子さまが、大きさに驚いて、そういった表情をね、見せる場面があったとかですね。映像を見てたら、結構大きくてね、なんか落とさないか心配でしたけどね。まあそうですね。まあ久子さまからね、この大きいですねっていうことですごくってことでね、幼虫の時からこれはね、スバチになりそうだとか、分かるんですかとね、積極的に質問とあるわけですね。おお、前のめりにね。そうですね。まあそしても、朝日新聞とかではね、 冗氏様が、まあ、この蒸発と働き橋のこの育ち方の違いについて説明を受けると蒸発と働き橋の中間の特徴を持った、ね、答えとかは出てこないんですかってことで質問したわけですね中間のそうですねまああまりこれよくわからない質問だったんで同じ質問をねチャット GPT にしてみましたけども、はいまあ、そしたらこのね幼虫時代に摂取する養分の違いによって蒸発と働き蜂の違いが決まるようですねなるほど 王蜂の幼虫に関しては働き蜂の幼虫よりも多くの栄養を含むロイヤルゼリーとかを摂取し続けるとそういう形になるようですね栄養を取りまくってるとそうですねこの生産能力とかを持つね王蜂に成長とかですねはいそれに比べてこの働き蜂に関しては幼虫はね生後数日間だけロイヤルゼリーを食べてその後はねこの花粉とか蜂蜜とかを主とする成分にまあ替わとかですねなるほどね まあつまりこの育ち方が、ねまあ、全然違うわけですけどもその辺で身体的な特徴とか、ねまあ、生理的特徴とかの違いが出てくるわけですねはいはいまあ女王蜂に関してはこの生殖器官が発達して卵を、ね、産むことができますけども、うん、まあこの働き蜂に関しては、ね、生産能力がほとんどあまた、ね、こ全くないわけですねまあ言ったら蜜や花粉とかを集めることだけに人生をそれから捧げるんですかねまあそうですねこのののと働きの中間の特徴を持った個体が、 出てただこの鉢の中にはね働きバチが特定の条件下で卵を、ね、産むことができる種も、まあ、存在するようですね異端児もおるとそうですね、まあ、この特定の環境下ではこの女王ウチの不在とかね、まあ、その他のストレスの、まあ、原因とかでね働きバチがねロイヤルゼリーを過剰に摂取して生殖期間をある程度ね発達させることができるようですねある程度なんですねそうですねまあ、だからこれはね、まあ、そのこれらの個体が完全にこの女王ウチの役割を、ね 果たすことは稀れっていうことで、<ー>まあ、通常は、ね、発生しないわけですね。はいはい。まあ、たこのね質問としてはこの用意した質問でもなさそうだし、ま伊達さんがあ、ね、この鉢について、まあ、詳しいかどうかは置いておいて、うん、ま自、あ、然にこの思いついた感じの面白い、ね、質問だと感じましたけどね。まあ確かにね。まあこれがこの南相関にねなっていてすごく大きいですねとね話された場面もありましたけども、うん、まあこれもね、まあ、詳しければ何層だったらね。 どれぐらいいるんかなとかね分かりそうですけども、はい、もっとこの具体的にねこの話が出てきそうですけどもただこの興味があることはね感じられましたからねまあ少なくとも今のところトンボよりは興味ありそうに感じますもんねそうですねうんまあ特にシャッのね質問とかで幼虫の時からこれはねオスになりそうと分かるんですかとねまあ聞いたわけですけども、はい、実はこの蜂に関しては海焼きがねできるようですねあすごい能力そうですねまあこの働き蜂に関しては全てね、まあ、メスっていうことで、はい、オス蜂に関しては未受精から 生まれてくるようですね <laughs> ただこの、ね、母親であるねジョウバチの遺伝子しかないわけですね面白い仕組みですねそうですね、まあ、それに対してこのオスと交尾して生まれてくるのがメスってことですねうんまあつまりこの完全にね生み分けができるわけですねなるほどまあつまりこの幼虫の段階から分かるというよりも、まあ、これ生まれた瞬間に分かるわけですねはいはい人間が見てねこの判断して分かりますかっていう質問だったのかもしれませんけどもうんあただそれね チャット GPT に、ねまあ、聞いてみても、まあ、専門的な知識があったら分かりますって感じで書いてくれたわけですねああもう詳しかったらねそうですね、まあ、オスと、ね、メスの主な違いに関しては、まあ、幼虫が育つねセルのサイズと形状にあって、まあ、オスバチのセルはメスバチのものよりも大きいようですねまああの蜂の巣の穴になってる小部屋の大きさってことですよねああそれもあるかも分からないですね、うん、まあ見た目的な特徴として大きいってことねはい、はい、あるんでしょうけどもさら、まあ、にこのね よりこの丸みを帯びた形状をしていてこの幼虫の段階でのね、まあ、サイズとか、まあ、成長速度にも間違いがあるようですねはいまあこれらの特徴をも、まあ、元にね専門家とかはオスとメスとかを区別することができるようですね、うん、でもこれらの違いに関してはかなりね微妙なようですねへえミツバチに関する深い知識とか経験がなかったら非専門家がねオスとメスの幼虫とかを区別することは難しい点ですねまあ素人に簡単にはできないんですね そうですつまりこの斜視さまがねそのことを知らないから質問したわけですけどもこの当然それでね深い知識とか経験がないことを意味するんで斜視さまあ非専門家ということになって斜視さまには当然ねまあ蜂の話なんて今まで出なかったし最近興味持ち出してまだ知識は浅いとかそんな感じなんですかねまあ浅いんでしょうけども昔からねまあ興味あったというかありますけどもこの斜視さまに関してはねこの蜂に関心があることを 分かったというか、専門的なね知識はそこまでないっていうのもね分かりましたけれども、はい、でもこの写真とかをね見る限りでは、まあ、これまでこのトンボとかイネとかを見てる時のような表情でねなくて、<laughs> いつも以上にねこの関心がありそうな感じがしましたからね。まあ質問したり喋ってる映像もあったからかもしれないですけど、明らかに違いますもんね、なんか、そうね、うん、なんか、この日下様に関してもね、まあ、大学に関しては、玉川大学がいいかも分からないですね。はいはい まあ、玉川大学だったらね偏差値とかも40なくていけるし、うん、学生の数もね、まあ、減少しているから0点でもね、まあ、合格できるでしょうからね。名前書けたらいけますかそうですね <laughs>、まあ、ちなみに、ね、この被災者様に関しては、まあ、私的にこの訪問された宮崎とかでもね養蜂家の那須さんの家とかを訪れたってことで報じられてましたけども、はいまあ、そしてまあそこでねこの春になると新しい王鉢が生まれて古い王鉢は働き鉢を連れてね、まあ、新しい戦術ということで。 それがまあ文法っていうらしいんですけども、それをね。まあ実際目にしたってことですね。まあ興味あったから行ったのかまナ、あ、スさんに会って文法の数を見て、ここからさらに興味を持ったとかそんな感じなんですかね？ なすさんは結構前からなん知り合いみたいですねはいはいはいでも久タさんもなんか実際見たからなんかねこっからめっちゃ興味落ちたしたとかそういうことじゃなく前からやっぱ蜂には興味あったんですかねまあ蜂というか蜂蜜ですねはいはい関心があるっていうか、まあ、そ2009年ぐらいにアクシャさんがね、まあ、訪問しましたけども、うん、でも、まあ、その時からこの蜂蜜をね個人的にこの献上してもらったよですねああ個人的にねまあそこでこの斜様がねこのなすさんの蜂蜜がまあ食べたいということで家の中はねこの端丸ほど献上したようですね <laughs> そんな甘くて美味しかったんですね そうまあ、蜂が好きっていわれるものは蜂蜜が、ね、気に入ったみたいですね、小さい頃は。いいえそ、そっちがね。うんまあ、だから蜂に興味があるというより蜂蜜に、ねまあ、その頃は興味があったんでしょうけども、はい、まあ他にもこの文春とかでもね、久しさまに関しては解剖学がお好きって感じで報じられてましたけども、うん、あそこでこのコロナとかで注射の説、ね、めを受けたときに、まあ、人体の図鑑とかを持ってきて、はい、まあ結果がねこんな感じになるのかなってみたたいな感じで、まあ、興味深く語ったことがありましたからねあまあ注射とかにね。 中が、ね、このね中射針とか鉢の針とかね 針とかかかに興味が、ね、あるわらないですけどねあー、まあ、毒針っていうかね毒も持ってますからもしかしたら、まあ、秋篠宮さとかやったらなんか毒とか興味ありそうですけどそっちじゃないかな今も <laughs>、まあ、花もね毒針とかありますからねあ,ありますね買ってましたからね北朝鮮朝顔かなんかねあ<ー>かあーありましたね <laughs> し、まあ、毒とかに興味あるのかわからないですけども、ねまあ、でもこのね、うん、久しさまのこれまでの報道に関してはトンボが、まあ、好きなやつだけしかね報道がなかったし、はいまあ、これに関してはね本当とに好きな感じが伝わってきましたからね確かに 詳しくはなさそうだけでも、八人に関しては、好きなのかなって感じですね。うーん、今のとこね。まあ、これ、伊佐さのためにはね、まあ、東京大学とか筑波大学じゃなくて、多摩川大学はね、いいかもしれませんね。まあ、なんか多摩川大学が一番しっくりきますね。そうですね。<laughs> まじゃ、この八人に関してはね、海分けができるってことですけども、まあ、多摩川大学にもね、まあ、興味深いことが、書いてて。<う>このね、多摩川大学に関しては、幼稚園から大学まで、ありますけども。まあ、1929年にはね、幼稚園と小学校と中学校ができたんですね。ほう。 1939年にはまあ大学設置に向けてまあ中学校とまあ高等女学校のね上にある多川塾っていうまあ専門部をね設置したようですね。なるほど。まあこれはね森のぶとりさんの協力を得てから学校と民間が連携する実践教育をね開始したわけですね。ははい、はい、で1940年には旧三宅の東国の宮がねまあ学校を視察して大学設置の構想が本格化したようですねそっからね。 まあそれでこのこうともね関係があるんでしょうけども、うん、三大目学長からはこの現在の小原会長の祖父で四代目もねまあ父親って感じでまあそこからまあ継承が続いているんですね。なるほど。ただこの森信ぶさんの協力を得て学校と民間が連携するまあ実践教育ってことですけども、うん、このね森信ぶさんという人がマ子さんとは疎いなわけですね。あなんかアヒル口の写真がやたら似てましたね。そうですね。まあマコさんさんのねまあ父親と言われているのが安西隆幸さんでまあそのね安西隆幸さんの祖父が 森のぶさんのとこですね。<laughs> はいはい。なこのね、森リノグルさんは、森コンセラの,の創業者ってことで、うん。ま、あ日本のね、ま、十五代財閥の一つで、美智子さまの妹の旦那さんが、安西高之さんってことなんでね。うん。なんかこの美智子さまに関してもそうやってみてね。お金とかで週刊誌とかを買収することは簡単かもしれませんね。ああ、そうなんですね。 まあそのお金の一部はね、玉川大学にも使われたわけでしょうけども、うん、あそしてまあ今のね、玉川大学の学長に関しては、小原義明氏ってことですね。はい。まあこの人に関してもね、まあ、すごい人というか、まあ、学長だけじゃなくて、現在の日本私立大学協会会長ってことですね。会長ですか。そうですね。まあ、これの会長っていったらね、まあ、この安西隆行さんの親戚で、安西さんともね親戚でお話されている安西雄一郎さんもそうかなと思ったんですけども、はい、まあ調べているとね、この安西雄一郎さんに関しては、日本私立大学 だからそのね連盟会長っていうことで、まあ、この私立大学協会会長と、まあ、日本私立大学連盟会長でねいろいろ会長なんですけどもいろとまあ私立大学のね会長なんですけどもちょっとまあ違うって感じで 2>,、はい、あまあ2人ともね、まあ、この別の組織で私立大学のトップっていうことでいろいろとねそういったコネがあるんですねまあ会長の人声で周りも動きますもんねそうですね、まあ、ちなみにに、ね、玉川大学学関しては農学部の実習で、 ミツバチとか、まあ、この乳業飼育とかもあってね、うん、まあ近くのお店とかでね、まあ、玉川蜂蜜とか玉川アイスクリームって感じでね、まあ、この玉川大学が、ね、開発した商品とかも販売してるんですねそこにしかないやつねそうですね、まあ、これ久しぶに関してはね蜂蜜が好きっていうのと、まあ、鹿児島でもね和牛日本一に育てた高校を訪問してましたからね、うん、まあこの高校に関しては鹿児島行ってね、まあ、国民文化祭とために行ってきましたけどもそれとね全く関係ない高校で行ってたんでね なんでここにいたのかなって感じでは入れてましたからね。まあなんで立ち寄ったんやって感じでしたね。そうですね。ただこの時もね、まあ、玉川大学を視野に行った可能性があるかもしれませんね。あまあ、大学どこ行くかリストみたいなのには入ってたかもしれないですね。そうですね。まみ、あ、にここだったらね、いちこも気に入るね、大学かなってことで、はい、まあ上皇ご夫妻がね、平成時代にもまあ訪問した大学で、うん、キャンパス内にはね、チャペルとか礼拝堂があるようですね。へえ<ー>。まあその創立者のね、小原氏がクリスチャンということで、はい、ただこのミッション系の大学ではなくて、まあ、他のね、宗教とかでもね、 受け入れたことですね、まあ。キリスト教だけじゃないと。そうですね。ただ、まあ、久志ね、まあ、ここは行って。美智子様はね、ここだったら、礼拝でもね、嵐って感じで。受け入れたら。うん。まあ、紀子様もね。まあ、従うしかないからね。受け入れるしかないかもしれませんね。まあ、東大コース外れて、また紀子様お腹痛くなるんちゃいます。まあ、そうですね。うん。 た確かにこれ、ね、玉川大学だったらね、ねこれにたくさんあるし、0点でも、ね、合格できるし、はい、ま推薦でいってもね、<laughs> 実力でいっても、炎上とかが一番、ね、抑えられるかもしれませんね。0点ああ、まあ、でもいけながら、<laughs> 実力もクソもないですけどね。<laughs> まあそうですね。筑波大付属高校からだったらね、レベルを下げすぎって感じのツッコミはね、あるかもしれませんけども、はいはい、本人が一番ね、学びたい環境でやるんだったら、ここはね、トだと思いますけどね。まあそれは自分の意思が一番大事ですよね。そうね。ね、ま、ね、あ、そういういととところもまあ留学かかでで、ね、けっていう意味とかでも ややりやすいかなってことこで、うん、ま玉、あ、川大学の、ね、農学部に関しては、カナダとかで実はこの芦田さんはね、まあ、昨年の誕生日会見とかでもね、1年振り返って国内外の出来事や講師のことでね、印象に残ってることないですかってことで聞かれて、はい、まあ例えばこのハワイとかカナダの,あのまあ新年火災ですねって感じで答えてるわけですね。あまあ、大規模な山火事ね。言われてみたらあったなっていう感じですけどね。 まあそうですねなかなかこの日本人がねあまり関心なさそうな話題ですけどもでも、こ玉川大学が頭になかったらカナダの森林火災とかも気にならなかったかもしれないですからね。そういうことあこのね、在学中にね留学するのか、箔付け大好きなね、ション家だったらね、在学中にも留学しそうですけども、留学に関してもこのね提携している大学とかも多いようですね。ははいいまあだから留学してね、青年会見の時期をズズル先延ばしにするかもでですすねねそう提携しているのかどうかね、このアメリカとかカナダとか香港とかね。 オーストラリアとかフランスとかイギリスって感じでね、はい、いくつもこの協定校があるって感じで、まあ、留学とかでね、まあ、そこを利用するかもわからないですねなるほどまあ基本的には農業系の大学の交流校なんで敷地も広くてね治安とかも問題ないところが多いかもわからないですねああそうなんですね安全でただからまあ留学とかもね警備とかでも、まあ、問題とかがね、まあ、少ない場所かもわからないですけども、はい、ただまあ久しさまに関してはね、まあ、留学っていうのもまあ考えにくいですけども、うん、ただこのね、まあ、この短い単語とかではまあ喋ったりとかしてるんで、まあ頭が大学のレベルだったらね しでもまあ違和感なくね、いてあげるかもからないですね、まあ、頭のレベルがね同じぐらいの人がいっぱいいた方がその方が友達もできやすいかもしれないですけどねそうですねうん今全然友達いるっぽい感じしないんでまあそうですねうんまあこの辺がね今後どういった形になっていくのかよかったらねコメントもらえらしいですね是非コメントくださいあとチャンネル登録の下登録の方お願いしますよろしくお願いします